6月7日、中国の習近平国家主席がオバマ大統領と非公式首脳会談を行い、世界中の注目を集めました。一方、1989年6月4日に発生した天安門事件から24年目を迎える今年、中国の人権問題が一段と注目を集めています。新唐人テレビとマイケル・パールマン監督が共同制作した中国当局のファルンゴン学習者に対する迫害の真相を描いたドキュメンタリー映画フリーチャイナが6月7日ニューヨークのクオードシネマで上演され、再度中国の人権問題に人々の視線が集まりました。中国では江沢民前国家主席の独断で始まったファルンゴン学習者に対する残酷な迫害が14年経った今でも依然として続いています。ドキュメンタリー映画フリーチャイナは、2人の主人公ジェニファー・ゼンさんとチャーリー・リー博士が中国で受けた迫害の経歴を描いています。主人公の経歴を通じて、中国共産党の思想の自由及び信仰の自由に対する壊滅的な破壊を明らかにしています。過去12ヶ月でフリーチャイナは世界各地の映画祭に出展し、複数の映画賞を獲得。例えばフィラデルフィア国際言論の自由映画祭とヒューストン国際映画祭では最高賞、デンバー国際映画祭では最優秀作品に選ばれました。映画のテーマ曲はハリウッドの映画音楽大賞である最優秀オリジナル音楽制作賞にノミネートされました。フリーチャイナ制作チームはすでにアメリカ国会、ヨーロッパ議会、カナダ議会、スウェーデン議会、東京都議会などを含む世界各地で400回以上の試写会を行いました。映画が描いた中国の強制収容所の中で行われている血生臭い迫害は、世界各国の人々に衝撃を与えています。6月4日、ニューヨークのマンハッタンで試写会が行われました。この日、南部アフリカ聖公会の元大司教デズモンド・ムピロツツ氏と、去年アメリカに脱出した盲目の人権活動家陳光生さんが、中国人権のために奮闘する一年と題した公開声明を発表し、中国共産党のファルンゴン団体に対する迫害及び生きた人からの臓器摘出を嫌責すると同時に、世界各国の首脳が習近平主席に対して声を出し、中国の人権侵害をやめさせるよう呼びかけています。試写会にはニューヨークのメディア界、芸術界、経済界から130人余りが訪れ映画を鑑賞。終了後、全員が立ち上がり、2人の主人公が表した精神に盛大な拍手で敬意を示しました。Overwhelming. I mean, I just found myself crying and shocked and wondering what happened with the moral compass in human beings. You know, because in watching it, I'm thinking about how the Chinese government could do these atrocities. 試写会の後、制作者と出演者らは、中国のファルンゴン迫害を制止させるために西側社会に何ができるかについて討論を行いました。To stop the human trafficking of organs, the illegal trafficking and the murder of those people imprisoned in a system that is unethical, corrupt and killing innocent people for simply having a thought. This is a great crime. And I think China is an amazing place, but it is a dictatorship.And I think it's too bad. I think it's necessary for China to allow dissidents to say what they have to say. And this film made a wonderful statement. 国際ヘルシンキ人権連合会元執行長で人権活動家のアーロン・ローデス博士は、ベルギーの試写会で映画を鑑賞した後、映画の精神的内包は人々を励ましてくれるものであると称えました。Show a kind of lack of respect for the sanctity of life, for individual rights. Some things are also encouraging. I think civil society movements like the Falun Gong are encouraging. 映画の主人公の一人、ジェニファー・ゼンさんも、
先日公開召喚を発表し、オバマ大統領と習近平主席に映画フリーチャイナの鑑賞を進め、中国の人権問題を会談の重要議題にするよう呼びかけました。ドキュメンタリー映画フリーチャイナは6月7日から13日までニューヨークのクオードシネマで1日3回上演されます。チケットは映画の公式サイトでも購入できます。それではハリウッド女優クオリアンカ・キルヒャーさんが歌う映画フリーチャイナのテーマ曲をご鑑賞ください。Thank you.
有人说他就是专制政治的，政府与危险是相当大一家嘛。